こんにちは、柳沢です。今回なんですけれども、攻め合いをテーマに解説をしていきたいと思います。攻めはね、本当に囲碁の中で重要なテーマですよね。初級者、中級者の方にとってはさらに上のステップに進むために必須の知識ということになります。上級者以上の方も意外とね、こういう話をちゃんと聞いたことがないっていう方もいらっしゃるかと思いますので、この機会にぜひ学んでみていただければなと思います。ではまず、攻め合いとはどういう状態かということなんですけれども、こんなね、黒の2子、そして白の2子、お互いにこの黒は白に囲まれているし、こっちの白もですね、黒に囲まれている。お互いに取られそうなんですね。お互いに相手の石を取らないと取られちゃうという状態です。相手の石を取る以外に逃げ場もありません。そういった意味では、こういう状態もですね、黒が次にここに打てば白を取って、この黒は助かるし、白が先に打てばこちらの黒を取って、この白は助かるという状態ですけれども、これはね、もう次に打てば取れるっていうのが一目瞭然ですから、こういうのはあまり攻め合いというふうには呼ばないですね。やはりこういうふうにダメが複数以上空いていて、パッと見にはどちらが取っているかわからないという状態、こういうのを攻め合いと言いますね。ちなみに囲碁用語でダメという言葉がありますけれども、これ基本的にはどちらの陣地でもない場所ですよね。終盤のダメ詰めの作業とか、そういう時にできるダメというのももちろん指すんですけれども、実はですね、こういう攻め合いの時にも大事な用語になってきまして、ちょっと違うニュアンスでダメという言葉が使われます。どういうことかっていうと、この黒二子のこの空いている、あと取られるまでにかかるですね、空間というんですかね、この数をダメというふうに言います。つまりこの場合、この黒二子のダメはあと1、2、3個空いているということですね。これとても重要な用語なので、これからもう多分連発すると思いますので、ぜひ混乱のなきようにお願いいたします。で、今、このダメという言葉の説明のために1、2、3個空いてますねと、これがダメですよという説明をしたんですけれども、実はこれがですね、そのままこの攻め合いというものを乗り切るために大事な方法、やり方になっています。つまりこの黒のダメの数は3。では白はどうでしょうか。白のダメの数は1、2、3ですね。これ全く同じ形なのでね、当たり前なんですけれども、これしっかり数えるのが大事ですね。じゃあ同じダメの数だった場合に、先にこのダメを詰めていった方が相手を取ることができるということですね。1個ずつ詰めていった時に黒が先に取れるという結果になります。攻め合いになったらダメの数を数えて、同じだった場合先に詰めた方が勝つと。これがまず基本中の基本です。では次に、こんな場合はどうでしょうか。今度は黒がね、ちょっと長くなりましたね。はい、ダメの数ももちろん増えています。ダメの数が黒1、2、3、4ですね。そして白は、これさっきとね、同じですから1、2、3ということになりますので、今度は黒の手数の方が1手多いですね。ちなみに手数という言葉も結構大事な攻め合いの用語となります。あと何手で取られてしまうかというのを手数というふうに言います。これさっきのね、ダメの数と一緒のことなんですけど、これダメが1、2、3、4つ空いているというふうにも言いますし、手数が1、2、3、4あるというふうに表現することもできるんですけれども、これどちらも頻繁に使いますので、ぜひ手数という用語もですね、覚えていただければと思います。ということで本筋に戻りますけれども、黒の手数が一つ多いわけですので、白から先に詰められたとしても、黒が攻め合い勝ちですね。黒が先にこちらの白2子を取ることができています。ですからこの場合、次黒番だったとしても、もうほっといてこの白2子は取れているということですね。すでに取れているということがわかるわけです。もし放っておいても取れていることがわかるのであれば、貴重な次の一手を打つ権利を他の場所に使えるわけですね。ここでこの白2子を取りに行くというのは、屋上に屋根を重ねるようなもったいない手ということになるわけです。では最後にですね、実戦でとてもよくできる応用編を一つご紹介しておきたいと思います。これ非常に重要ですね。このような状態ですけれども、黒がね、1個しかない状態で切り離されてますよね。で、逆にこの白3個も黒が切り離しているという状態、攻め合いになっていますね。しかし黒の手数はあと1、2手ですね。そして白は1、2、3手ありますので、じゃあ黒からね、この白のダメを詰めていっても勝てないじゃないかと、黒が先に取られてしまうじゃないかということなんですけれども、実はここで攻め合いを逆転する一手があるんですね。ここで手数を伸ばすという概念が出てきます。つまり黒こちらに伸びていきます。
そうするとですね、この瞬間に黒の手数が1、2、3、4になったんですね。さっきこの状態では1、2手だったのが一気に2手増えるわけです。となると白に1手詰められたとしても、まだもちろんね、3手空いているわけですから、今度は黒が攻め合い勝ち。この白3子を取ることができるということなんです。こんな形はもう実戦で頻繁にできますので、ぜひね、実戦で見逃さないようにしてください。なぜこれで手数が伸びるのかというのを言語化しておきますと、まあ、黒が伸びた時に相手の石にぶつかってないというのがポイントですね。つまりこちらに白石がありましたら、こう打っても詰められて黒はね、あと2手しかない状態で手数が伸びていません。こっちに白石があっても同じですね。こう打っても抑えられてしまいますので、やっぱりさっきと一緒ですね。ですので、まあ、こことかね、あるいはもっと離れた場所にあるとか、要は黒が伸びた時に、ここにもここにもね、白石がないと。白石にくっつかないところに伸びれる時というのは手数が伸びます。ですから、こっちに行くのが大事ですね。こっちに行くのは手数が伸びません。もう端っこにぶつかっちゃってますからね。行き止まりにぶつかってしまいます。これは、まあ、手数を数えてみてもね、黒が1、2、3にしかなっていませんので、伸びてないですね。白に詰められて、このようにどんどん詰められると、黒の方が先に取られてしまいます。相手の石を取るときに端っこに追い詰めていくというのが大事だったりしますけれども、逆に自分の石を助けるときは、行き止まりではない方へ向かっていくということが大事ですね。はい、ということで今回は攻め合いの基本中の基本、どういう状態が攻め合いなのかということと、ダメの数を数えて、そして詰めていくと。そして手数が多ければすでに勝っている。まあ、逆に言えば自分の方が手数が短ければもうすでに取られているということですね。このお話をまずしました。よく問題集などではこういう基礎の話をすっ飛ばしてですね、いきなり応用編から問題として出されているという場合がよくあります。まずこのプレーンな原理原則を知っていただいた上で応用編に入っていきたいと思います。これが分かった上で、まあ、状況によってはですね、これをひっくり返すような魔法のような手筋が存在するということですね。でもそういった素晴らしい手筋というのも限られた状況で使えるものとなります。まず今回の話を理解した上でないと使えないというのももちろんですし、今回解説したところがですね、実践ではもう9割以上だと思います。そして実践でめちゃくちゃ使う応用編の一つとして、まあ、このようにね、手数を伸ばすという手もご紹介しました。まあ、これは別に驚くような手筋ではないですけれども、意外と実践ですと有段者の方も見逃したりします。ここまでのお話をしっかり理解していただくだけでもかなり上達されるのではないかなと思います。ということで今回は以上です。この動画が良かったらいいねボタン、チャンネル登録をぜひお願いいたします。そしてコメントもお待ちしております。そしてオンラインサロンの募集も行っておりますので、ぜひ概要欄から覗いてみてください。それでは今回も最後までご視聴ありがとうございました。